こんにちは、良平ですえ。今回はですね、スプラ3で40代下手くそが S プラス10になれた理由を話しますえ。私、スプラ2からやってるんですが、まず一つ、三半期間が弱いのか、スプラ2を買って、最初に10分ぐらいやったときに、もう吐き気がしました。で、1年ぐらい封印しちゃったんですね。で、まあ子供たちがやるようになって、 で、それで、えー、自分もやろうと思ったんですが、まあ、いくら頑張っても、ガチエリアが B マイナス、ガチヤグラが B マイナス、ガチホコ本当に苦手で、これがガチホコバトルは C マイナスのまま。で、ガチアサリも一番好きだったんですけど、B が限界だったんですね。もう本当に下手くそです。ただ、ちょっと自分を擁護すると、自分が中学生の頃とかは、 まあ街のゲームセンターとかでもストリートファイターでも何十人抜きとかしたこともあるぐらい自分の中ではゲームは上手い方だったんですよ小さい頃。だからすごく悔しかったです。でももう自分が下手だからしょうがないと思って諦めて途中からやらなくなってしまいました。でスプラ2で使っていた武器なんですけど、まあスプラローラーとボールドマーカーを愛用していました。これ使っていた理由なんですけど、まずエイムが絶望的だったから。 対面で敵が前に来るともうが肩がガチガチになってしまってあのサザエさんがカツオ君の首根っこ掴んで叱ってる時のような、まあ、その時のカツオ君のようにこうグッて肩が上がっちゃって首が埋まっちゃう感じになってで地面を打っちゃうそんな感じだったんですねまあちょっと具体的に見てみますねえー、こんな感じですえー、これ子供と怠慢で同じ武器でやったんですけど先にぶっ 打てるのに、ね、結局同じ場所を打ってしまって、まあ、相手が動いたとしてもこのように自分は同じ場所を打ってるんですよそれに反応もできないんですよねこんな形になっていたので、まあ、今のは3の映像ですけどだからもう無理だなと思ってでただスプラトゥーン3が出るってことで、まあ、目的は超エンジョイでやって、まあ、配信、えー、よく配信えっとよく。 お昼の11時半ぐらいからサモラン配信とか夜の9時半ですね、まあ、平日は毎日のようにこの辺で縄張りバトルやバンカラオープンとかやってるんですけどまあ最初は縄張りバトルさえみんなでワイワイ楽しめればいいなと思っていたんですねただ来てくれる多くの視聴者さんがバンカラマッチも頑張っていました私はもう最初あのスプラ2からやってたから B から始められましたけど B マイナスでしたっけでも皆さん C マイナスからやってる人も どん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 上がっていって A とか S になったっていうのを聞いて、まあ、その時にこうやっぱスプラ2の時と比べて、まあ、上がりやすい広角がまあほとんどないからまあほとんどないっていうか広角そのものはないからその借金生活があってもでも上がりやすいんだよっていう話を聞いてまあもう一回自分も頑張ってみたいなと思ったんですね、まあ、まずスプラ3になってからもう最初の2日間配信中に 気持ち悪くなってちょっとダウンするぐらい、も、ま、う、あ、吐き気がするような。まあ酔っ払っちゃったんですよね、これが。まあだから本当に三半期間は弱いのかなと思うんですけど、まあこれもありがたいことに数日やったら慣れてきて、まあ楽しめるようにはなったんで、せっかくだから上を目指そうと思いました。で、配信にですね、小学生とか中学生の子たちも来てくれて、まあ私のような40代おじさんにいっぱいアドバイスをしてくれたんですよ。また、公式大会。 あのオンライン甲子園っていうやつですかね。まあ、それで優勝経験がある人も来てくれて、まあ、たくさん本当にアドバイスいただきました。あのアドバイスっていうのは、まあ、ジャンルによっては受け入れ難い。なんだよ、そんなこと言われたってわかるよとか、まあ、そういうふうに反発したくなるケースっていうのもあるとは思うんですが、まあ、スプラ2の、まあ、さっきのあ、まあ、実績であったりとか、さっきの映像でもわかるように、もう私はもう自分が下手だというのを自覚していたので、 もう何をアドバイスされても、あなるほど、ありがとうっていう感じで、ちゃんと聞いて、で、やってみて、ちょっとこれは無理だなっていうことは、ちょっと正直自分には合わないっていうのを言って、取り入れられるものと、ちょっとやってみたけどごめん、これはできないなっていうことと、分けていろいろやっていきました。で、また、そのアドバイスもらった中で、考察タイプっていうのは反応タイプに絶対勝てませんよって言われて、まあ、それもその通りだなと思いました。20歳ぐらいから反射神経みたいなのは衰えていくっていうふうに言われて、 まあ、その、特にこの打ち合いっていうのは、もう反射神経すごく大事ですよね。で、反射神経プラス反応速度っていうのも大事ですよね。こうなったらこうするべき。こういう時はこう動くべきっていうのを頭の中でいくら分かっていても、実際それが起こった時に動けるかって言ったら、やっぱ若い子たちには絶対勝てないなと。そういうことをまあ言われて、あなるほどとも思いました。で、ただ、一番上を目指す必要はないわけですよね。S プラス10っていうのは。 なので、そのぐらいまでだったら、皆さんのアドバイスを聞き、で、自分で考察することによって、道があるんじゃないかなっていうのをずっと考えていたんですね。で、なので、まず、理由ですね。S プラス10、結局は慣れたわけなんですけど、まあ、そもそも B から A に上がる昇格戦も相当かかりました。A から S は2回でいけたと思うんですけど、S から S プラスになるのも、 まあ、8回ぐらいか、9回ぐらい八8回ぐらいですかね。相当かかりましたね。S9 から10への昇格戦は3回目で行けたんですが、本当に全然、今でも思うんですけど、全然実力ではないです。だから実力はさっきの、あの、お見せした、こちらの方で、ここで肩に力が入って地面を打つっていうところでお見せした映像と、 何ら変わってない。まあ、少しはリラックスできるかもしれない、できているかもしれないけど、大きく変わってはいないと思うんです。それでも S プラス10まではいけたんですね。なので、今アラ、アラフォー、アラフィフとかで苦労している方も、きっと、まだあの S、S プラス10になってない方も、きっといけると思います。私のように諦めずに頑張っていきましょう。で、えっと、この理由、 がまあ上が上りやすすすかったったたたててここととあととあははいいろんな方ののアドバイスをを聞いたことそしてででねね私一番気をつけたのはです、ね、自分が主役にならないっていうことです。自分が名脇役になろうと思ったんです。どうしてもこの打ち合いの花形ってシューターで前に出てキルを取って15キルで5デスだったとかそういうのがかっこいいじゃないですか見た目。20キル超えたとか言ったらすごくかっこいい。もうそういうのを全部諦めて自分が名脇役に回る。 そうすることでチームが勝てばいい。まあだから番頭する選手になるみたいな。そういったイメージでやるようにしました。まあこの後ですね、この動画の、えー、後に、まあ、いくつか動画を撮って、この考察編、もらったアドバイス、具体的にどのようなアドバイスをみんなからいただいたのか。そしてそれをどう実践に活かしたのか。そして実践であの動画として、そのスプラの動画を実際に出してさっきのように、どういうところを心がけたんですとか。 そういったこともお話ししていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンご協力よろしくお願いします。今後も動画を出していき,いきますので、えー、よかったら、えー、見てください。それでは失礼いたします。